皆さんこんにちは。ちょっとずれてますね、こっちから。こっちから。日本人の、兵庫県民の神戸市民、淡井圭介です。2023年8月の、23日、17時58分。まあ、我が天下の、プレイヤーの皆さんや、どうしてもね、あのカメラがこの辺りに iPad の方についてるんで、目線が外れて映るようになってしまうんですよ。申し訳ないです。べっこうさんへ、その我が天下とか戦国風武というゲームはもともと私が考案したものであって、その辺の話に、嘘偽りはありません。私が提案しなかった限り、そのゲームはこのように生まれてなかったんです。存在しなかったんです。あの他のプレイヤーの方で僕のことをその多分分かってって言ってるんちゃうかなって思うんですけども、もともとあのね、あのちょっと僕のあのこれね、あの自分のね、出生、僕がまず本当にね、どこの生まれなのかっていうことで、これはちょっと待ってくださいね。淡井圭介、こちらで映るかな、下のところね。あの僕は淡井圭介って言うんですけども、8月9日出生ね。まあ長崎原爆投下と同じ月日で、次、生まれ平成の方じゃないですよ。この平成の方じゃないですかね。こちらの方、こちら。昭和52年、漢字で表記でちょっと申し訳ないんですけど、これ、日本人、同じ日本人でも読みにくいですから、本当にこれされた。8月9日、神戸市兵庫区で、出生、同月、まあ、東山町4丁目、16-4、16-18、東山高校604です。阪神淡路大震災があって、1995年に。で、その頃僕は高校2年生なんですよ。で、神戸市北区の藤原台の仮設住宅に引っ越しして、当時は阪神淡路大震災で、自分が住んでたところが分譲マンションで、12階建ての。で、ああいうふうなことがあったから、あちらこちらで民間企業は、もう大体のところは倒産しますよね。あの本社が別のところの大企業とかじゃない限りで、もうみんなお金ないんですよ。で、住宅を解体する費用どうのこうのみたいな話になってたんですよ。で、建て直す人は、解体がいい、新しく建て直しがいい、年いってる人は補修でいいと。まあそういうふうなところで何回会議してもあの話が進まないっていう形だったんですね。で、国の方もすぐに国の方で撤去費用を出しますとか、そういう話がその当時なかったんです、本当に。で、ものすごく、大変な目にあって、で、仮設住宅で暮らしながら、学校通ったりだとか、神戸市立ホテルフルーツラーパークに働きに行ったりだとか、一応僕のホームページ淡井圭介の履歴っていうのはあるので、そちらの方から、僕の、履歴書の方をね、淡井圭介の履歴前半後半とかは、あれはどういうふうなことがあったかっていうことを、記載しているものであって、履歴書の方を見てもらったら、分かるかと思います。それなりに、いろんなところでいろんな記録等はあったんですけども、その辺のところあんまり意味あるかって言ったら、うーんっていうのは正直あります、本当に。で、我が天下のプレイヤーや別行さんへなんですけども、ちょっと私が、我が天下戦国風武の方で楠木正彦という名前でプレイしてるんですけども、その露出の多いキャラクターも能力を落としてくださいっていうことを記載してるんですよ。本当は存在そのものを消してほしい、本当に。っていうのはもうこれプレイヤーの方で、特に僕より若い人ね、法律のことをまだよく知らないと。僕は30歳ぐらいの頃にもう弁護士さんなし裁判勝ったりしてるから、六法全書、
平成20年度版と平成31年度版を持っています。土星6本も買いました。判例6本も平成21年度版も買いました。自分でね、実費で。で、自分で勉強独学してそうしてるんです。で、ある程度の法律のことが分かるから言うんですけども、もともと売春防止法が日本で出来上がったのが1956年、これ法律でもうすでに公表されていることだから、自分たちが覚えようとしてないだけ、今シーっていう声が電波で聞こえてきたから、もういいから、公表してることどこの世界も隠してないから、みんな覚えようとしてないだけだ。あの、もともとめちゃくちゃな世界があったっていうこと、本当に暴力団とか本当にいたから、今でもそういう勢力の人間は残ってしまっているからね。有料番組のアダルトの関係のものとかがあったりするんです、インターネット上とかで。インターネット通さなかったら無理ですよ。僕はテレビ局関係のところで一節あるとかいう話だったから、それはまあまあ、それは別件の方からのルートでなくなったはずですよ。で、いや、たまにあのいろんなところで復活してくるんですよね。なんか知らんけど、あのコンビニとかも本当あれ置いちゃダメなんですよ、暴力団への資金提供、自分たちが売ったら。だって仕入れてるんだから、お金払って。わかる？言ってること。もう判例あるの、判決。判決っていうのは裁判の判定、判例。裁判官が言ってるの。処分って。何々って。ね。それあるのに、本当にナチュラルとコーディネーターの話になっちゃう。なぜ今、ガンダムシードなのか。どうしても僕もガンダムともだいぶ関わってるから、そこはそこで本当に証人がいるから、その人は本当に声優さんの前誰だっけっていう話になってくるから、裁判本当に証人、法廷でちょっと援護証人覚えてたらちゃんと援護してください。それ本当にね、もともとっていうことはですよ、1956年売春防止法が出来上がったっていうことは、警察官も検察官も、検察っていうところは起訴したりするところ、警察は基本的に捜査とかを、捜査逮捕を担当して書類を作って検察庁に回すの、それが書類送検で、検察庁がそれを受け止めてで起訴するの。だから裁判所のすぐ横に検察庁あるから、そうじゃない、近くないと無理だから、みんなそんなとこ距離離されたら余計な時間がかかるから。で、裁判官もエロを認めてしまってた、要するに暴力団、要するにね、国会議員とかで政府上層部でむちゃくちゃなことを一部認めていた人間がいた。片やそれは違うだろうって、うちの子にお前なんちゅうやつ手出さないっていう、別の法律で行くぞっていう強い人間もいらっしゃった、強い人も。で、そういう法廷闘争は本当にあるんです。で、ちょっとね、同じ人間なんですけども、ああこの人自分で作ったとか脳が聞こえてるって漢字に直せない言葉ってテレビにもともと出てた人が仕事中にふざけ始めて めちゃくちゃな言語を使い始めたの。それするからしっかりとした翻訳が本当にできなくなってるの。その言葉とか言語入力しても他の国は受け入れられない。もう漢字の時点で日本が公表してるものと違うっていうことになってくるから、そんな言葉ないって。広辞苑の話とか拾われ始めたら無理だから、裁判所で裁判官も言ってくるから、ことわざの話はいいですよねって、原告側に僕ははいって言うんですよ。それされたら言葉、そんなことわざまでも述べられた、覚えられない、法律だけで手いっぱい、みんな本当に。それでも法改正あるんだから、平成21年度から31年度にかけて法律のね、本当は現代法規とか現代日本法規っていうものがあるんです。それ全部六法全書にまとめたら六法全書3ぐらいで本当は全部入り込むんです、本当はね。だけども法改正とか事実あって数百ページ、たった11年間で数百ページ増やされて、もうただでさ、法律もこの法律本当はいらんっていう、今岸田さんに頑張って、みんなに頑張ってもらってる岸田さん、総理だけじゃ無理だから、知ってるでしょ国会のシステム、みんなで投票、この法律もなくしましょうって、法律の削除、本当に岸田さんも知り合いの安倍さんもそうで、野田さんとか鳩山由紀恵さんも僕と若い頃に会った方なんです。
もうお亡くなりになりましたけども、東京都知事だった石原慎太郎さん、あの人ももともと国会議員の人で神戸市出身の人なので、今の小池さんも神戸市出身、阪神淡路大震災を知ってる人間じゃなかった、これは無理だっていうことになって、だいぶそういった関係者の人たちとか、もともと総理の子孫とかの人たちが、総理になったりしてるんです。で、皆さん一般の人たちも含めて誤解しないでください。いいですか、自由民主党なんです。もともと自民党は名前を略して言っちゃうからみんな勘違いするし、今更若いと立憲民主党がもともと何かわからないですよ。民主党って言ってたんですよ。それを民主党はもともと何かって言ったら、自分民主党から分裂して、あの人たちも電波とかで聞こえてくる方だから、あんまりいろいろ言われたら持ちこたえられないから、責任問題で自分たちも自覚あるっていう立場じゃないと無理なの本当に。あんまりとぼけたら本当に強い法律に強い人が、法律に長けてる人はね、法律よく分かってる、判例までいろいろ知ってる人とか、いろんなグループの人たちが本気で裁判訴訟してくるから、ね、法務大臣の河合さんだって夫婦もう一人の人もお嫁さんのも国会議員、法律長けてる人でも思いっきり法律で責められたら起訴されてるから、本当にトランプ大統領も起訴されてるでしょ、ジョー・バイデンさんも起訴されてるでしょ。いいですか、上の方はそこまでみんな喧嘩したくない、本当に大真面目な話、本当にみんなそんなに昔のことをいろいろ、けど本当に悪いことしていて、その罪の清算がされてないんであればね、本当に大きな罪があったらそれ知ってもらわなきゃならないし、僕もそう言わざるを得ないんです。むちゃくちゃな法律違反仕掛けてこられたら、僕だっていつどんな目に遭うかわからないから、本当に僕は法律側だって言ってなかったら、僕は身勝手にね、その我が天下とか戦国武将を作ったって偽証してると本気で勘違いして、まだそんな裁判ないですよ、そんな裁判ないけど仕掛けてくる人みたいな、僕が自由な身で法廷でしっかり法律を覚えてる状態に出てきて、ちゃんとテレビ局に証言者いっぱいいるから出てきてもらったら、その人大変なことになりますからね、本当に。その時僕はむちゃくちゃ怒ってたら情け容赦なしに法律フル稼働して、君たちこの辺まで来たって、僕の家の近くまで来て、そこから何かごちゃごちゃ言ってきたって、それストーカー行為法違反と裁判妨害と挑発行為といろんなもの、それしかも本当にもうそこまで多いんじゃないから一応言っときますけども、 みんなのね、あのテレビ出てる人とか日時絡みに行っちゃダメだから、みんなそれされたみんな持ちこたえられないから、みんな本当はよくわからない、まあ、テレビ出てるから、法律とか細かいところ、判例とか法改正とか本当にあるから。で、併合罪っていうものあります、累犯過重とかね、何回も僕の家の前、これ10とか100超えていいですか、刑事でも民事でも民法でもね、刑事事件とか民事事件でいいですよ、民事訴訟法を見てもらったら分かりますから、だんだん最後の刑事訴訟に変わるんです。で、民事の方が怖いのか刑事の方が怖いのか、本当はだんだん分からなくなるから、ちゃんと法律民法とか読んだら、三審等以内の請求、僕も弁護士さん通してされてきたことあるから、それ司法書士さんに、その時裁判所に出れない状態だったから、司法書士さんに食い止めてもらったりしてもらいましたから、本当に。で、その司法書士さんの訴訟費用も免除してもらってますから、本当にそんな状態みんな忘れてる、日本第二次世界大戦負けた方身勝手に真珠湾攻撃とか仕掛けてしまって、本当にだから僕はちゃんとアメリカ政府に謝ってるんです、すいませんでしたって本当に先制攻撃認めます、ごめんなさい、二度と戦争する気ございませんって、ちょっと今下回りきれなくなったんです。それがあるから、ちゃんと向こうも、いや、ちゃんと実はこういう事情でっていうことで、分かった、そういうことで君がそんなに困ってるんだったら、阪神淡路大震災の被災者だって我々もある程度しか向こうも言えないから、本当はメジャーリーグとかのスタジアム全部、半分ぐらいのスタジアムはね、税金使ってるの、日本のサッカースタジアムあれ全部税金だからね、浦和レッズ、埼玉県の浦和レッズ、みんなね、チーム名見ただけだったら何県か分かんないでしょ、都道府県どこか、本当は全部言えないでしょ、コロ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 入れ替えて、僕からしたら何ごまかしてんねんっていう話になるんですけども、いい賄賂とかあるけども、横領罪、そんな金額本当に得たら絶対もらってないはずだから、本当に
そんな金額を本当にもらったらみんなの税金スポンサーつけた自動車メーカー税金もらってますよ。自動車、電気自動車、水素自動車、税金ついてるよ。強気になって、強気っていうのは相手を責めるっていう意味なんです。漢字の時点の意味で言うとね、僕は芯が強い方、自分の芯がしっかりしてる方、軸はしっかりしてる、しっかりと社会がどうなってるか理解してないと、しっかりしたことを怖くて言えないでしょ。自分が間違ってたらどうしようって、こんなフルオープンで間違えてたらって、それがあるからみんななかなか、だから僕から言わせたら、大卒で数年でアナウンサー絶対無理。社会出ていろんなところで働いて、ほんと悔しい思いして、自分で六法全書を購入して頑張らなかったら、何が間違いか分かんないから。常識持ってたら本当は分かるんです。最低賃金法とかに当てはめて考えた、歩合とか出来高とかでしっかりとした給与を与えてないとこなんか、君たち全部横領だよ、個人からのって。別にピンハネっていう言葉でも分かりやすいかもしれないけども、個人からの横領、民法でいう損害賠償、民事訴訟法、それがだんだん刑事訴訟に変わっても知りませんよって、一族で株持ってるものだから、その人だけにね、罪かぶせて民事からのね、三親等以内の請求でいけばね、親が株主であると、その株をその親から子供に引き継いでいくと、でもらっていい株とそうじゃない株が本当にあるから、本当みんな変な会社っていうのは、真面目に本当に頑張ってるんだけども、世界中先進諸国どこも少子化、売り上げ無理、本当にあとは閉店していくだけ。それなのに新しく店舗開業してる人たちが世の中のこと全然分かってないの。民間人の方から何身勝手にね、フィナンシャルグループ、大体東京都千代田区に本社、皇居の近く、日銀は銀行法で 51% は政府は出資します。当たり前です。みんな持ち物はって常識でしょって。勝手に誰かが札とかすり始めた。どうすんのっていう話で、当たり前の話ね。ね、銀行とかがいろんな銀行とね、いろんな部分融通し合ってる。それあんまりしちゃったから一部のね銀行が倒産したらね、いろんな銀行とかがたくさんいろんな大手企業とかの株を持ってたから、銀行とかのそのいろんな負債を分け合ってたりしたようなもの、本当にもうそれでいいです。それで分かる人にはしっかり分かりますから。で連鎖倒産なるんです。分かるでしょ、倒産あるから、もういろんなとこあるから。もう僕46歳今年でいろんなところ倒産して会社がコロコロ変わってるの見たら分かるから、働いている人たちとか顔ぶれ変わってるというところ見たら、それだけで分かるから。地方交付税とかあるから、本当にそれだけでね。その球団の話とかしたでしょね、阪神タイガースっていうのは兵庫県っていうことで覚えておいてくれたらいいです。もう大体でいいです。まあ、阪急ブレーブスの話もされたらややこしいですから、無理、兵庫県も出に行けば無理ですっていうことで、昔の人はしっかりとちゃんと出て行ってっていうことで出て行ってもらったんです。本当に日本ハムとかももともと関東、東京都に東京ドームとヤクルトスワローズ、もともとヤクルトスワローズって JR のこと、国鉄、昔は身売りしたの、何をって、そんなの日本中の JR に決まってるでしょっていう話。そう売っててもお金に返なさい、日本が本当に破産したらどうするの、借金後で返す方が利息つくから大変でしょっていうと、売れる時にあとはもう作った自分たちで経営判断ぐらい自分たちでしなさい、会社法があるでしょっていう話で、議員だってそこまで面倒見切れませんっていう話でね、小泉純一郎さん、あの人も僕と会った方なんですけども、1998年、僕も先に皇室の人たちとかでお会いしてるんですけども、いろんな勤務先変わってもお会いしに来ます。あの当時の大臣たちとかも含めてね、いろんな人たち本当に働きに来るから、僕もしまったっていうことあるんです。相手が皇室の人と、一応佳子さまと眞子さまは、僕は1997年か8年の頃にまだ当時はね、お二人とも幼稚園児か保育園児、僕もどちら行ったかわからないから本当に、で二人とも
連れてフルーツフラワーパーク内を一緒に散歩したりとか、フミト様とかよくご存知、今のナルヒト様とかも僕がそのぐらいの年齢の頃に、20歳ぐらいの頃にね、まだ皇太子殿下の頃に、テレビ局のことは君に任せろ、一応言っとくっていうことは言ってるんですよ。で、最後、いやもうそんな言い方だったらふざけてると思われるからって隣で雅子様ちゃんと真顔で言ってるんですよ。ちゃんとお二人のそのお料理を出す担当僕でしたから、本当に他に誰もいないから、混ぜた余計話ややこしくなるから、最後は真面目にしっかり言っとかないとっていうことで、成人様がガタッとこうスコッとこう立ち上がって、大丈夫、君ならきっと乗り越えられるからって言ってくれてるんですけども、ハンドルめちゃくちゃ高いって大変どころじゃない、コームシリーズホテルフルーツラめちゃくちゃ元で300億円以内に作りなさいって誰かが指示出して、もうわからない、それも誰が指示出したのか、もうそれはインターネットで高検索ワード自分でメモ、一時停止押してでも自分でメモしてください。もういらない、もう用紙の裏とか自分の家の中で余ってる鉛筆とかさっさいっぱい出てくるから消しなくていい、全力でメモ。検索ワード神戸市立ホテルフルーツラーパークの借金額、こういう風な入力の仕方で出てくる、出てきますから、一覧表ずらーっとどこの建物の建設費用がいくらでって、何々館が何々があって、ミルク館とかビーフ館とかいろいろ名称全部詳細調べ上げられて出されてるから、金額調べ上げられて元で299億円、あとそう議員が決めといて民間企業に、あと丸投げ株式会社、その当時神戸ワイン途中でもう海外進出とかのそのウイスキー売ったりとか、株式会社神戸ワインでワインとか作ってるからもう泣く泣くもう無理だと思いますけど、一応中国の方にも言っておりますけども、まあ本当はもともと売る時ってね、スーパーマーケットとかにたくさん並べさせてもらわなかったら無理なんですよ。どこも拒否されたら、拒否権ぐらいあるから、それぐらいの、どこまで中国の政府の人とか協力してくれるかどうか分かりませんけど、一応頼んでおきますっていうことで頼んだんですよ。それで一応まあ香港経由で一応西洋が深く関わってたところで、まあまあもう お互いちょっといろいろ悩んでる部分の話で、中国の王毅外相とかも、僕もともとね、あの人は日本と中国の駐日大使だったんです。でその後、日本でいう外務大臣になられて、中国のね、で一度降りたんですけども、また韓国の件が、我が天下とか戦国府の支払いが一つもないの件で、日本のニュースではもう一度カムバックさせられてる話になってるんですが、上行ったら責任問題で降りれなくなってるのか、もしかしたらそのニュースも嘘かもしれないっていうのは、日本の災害関係のニュースも本当に以前と全く同じニュースが混入しています。全部じゃないですよ、本当。橋の決壊したところとか、木の橋、あんなもんものすごいむちゃくちゃ昔の映像何回も見てるから、台風、まあ日本に何回か来て、たまにその どこかのテレビ番組、何のルーレットなんか知らないけど、キャンブル大嫌い、本当に僕から言わせたら、そんな許可出したところの責任持ちなさいよ、議会まで本当に責任追及したいもん。だって阪神・淡路大震災が1995年にあったでしょ、そのフルーツラパークでもうすごい責任の押し付け合い、株式会社神戸ワインが新栄フーズっていう神戸市内のホテルとかレストランを運営してる、その時点で気づくでしょ、ホテルの方からレストランとかその披露宴とかね、宴会のところのところ押し付けてきてる、それを新栄フーズが分かりました仕事ないよりマシですからね、受け止めると、今度その新栄フーズが人材派遣会社の下へ押し付けてきた、僕人材派遣会社最末端の人間、本当にそれでギネス記録作ったから、本当一つのレストランで1ヶ月の売り上げっていう見方ですよ、これ為替相場とかいろいろ変わるから、本当は為替相場が違う時にね、他の国で違う記録が生まれるかもしれませんけども、
神戸市立ホテルフルーツフラワーパークのバーベキューコーナー、1997年か88年の方だったと思います。5月のゴールデンウィークのある時、もう焦ったらだらクーラーつけないで頑張ってますから、そんなお金ない。もう1日にね、ゴールデンウィークなんか5000人以上は絶対お客さんが入ってる。無理でしょ、席数最初から用意してなかった。そんなことどこのレストランもできないから。でそれは国とかを通して正直に借金まみれです。もう会社そのものが絶対どう考えてもひどい国からのいじめです。で学生とかの修学旅行あるんだったら本当に真面目な人間に育てなかった、本当に無理だから、本当に阪神淡路大震災あったって現場ちょっと見に行くっていうことでね、修学旅行をフルーツフラワーパークでどうですかって、1泊5000円か6000円くらいですからって、ね、こちらも民間の皆さんの税金使ったから宿泊費用費を上げたら裁判所でこれね、殴るっていう意味じゃないですよ、しばきの刑ね、我が天下とかのプレイヤーの人だったら分かるでしょ、義の国しばきっていう読み方、しばき、あの人は魏の曹操とかが中国を一応統一して、でその後秦の時代になるのか、それぐらいの頃の司馬一族の方で、まあ水鏡先生って呼ばれたんですよ。水に鏡と書いて水鏡、まあ自分で自分をまあ映し出して、まずは学ぶところから。本当はあの当時飛行機とかないでしょ、いろんな地方言語バラバラ、秦の時代無理しすぎね、歩いてどうで、違う、本当は三国志の赤壁の、そんな戦争絶対無理だから、魏の曹操が80万人の大軍、何夢見てんのって、あんな距離みんなあんなものね、魏の国だけで三国志の時代まで進んでですよ、董卓とかいなくなって、あんな面積ね、みんな歩いて行け、騎馬隊がいる馬一緒に連れて行け、馬の餌まで一緒に運ばなあかんやろって、飲み水持ってね、しっかりとした地図、正確な地図なかったらいい加減な地図書いてくる人間、ナチュラルでいるから、もうどうしよう、僕ナチュラルとコーディネーターの話もう笑い話に聞こえるでしょ、違うよ、みんなコーディネーターのしっかりとした意味知ってる、調整モデルさんじゃない、テレビ見てたらみんなそれこそナチュラルに間違えるから、違う違う、モデル業界むちゃ言ってきた、海老原由里とか押し切りもらい、今の二十歳ぐらいの子みんな分からないと思うけども、僕に結婚話働きに来て持ち帰ってきた、何をするってモデル無理だって、写真撮ってもらうんだって、正社員雇用むちゃな話、もその当時僕向こうもこちらはこんな状況、年下だからこんな状況になって、正社員雇用雇用保険入ってないと後で絶対生活保護になる話、誰かに言われたかでええわ、もうこの人いろんな人に言われてるから、嘘って、阪神淡路大震災の被災者助ける方が先でしょって、そのね、僕月間売上の話しますよ、もちろんバンケット宴会とか披露宴の方とかもね、もうすごい数が働いてますよ、レストランカトレアとかでもね、バーベキューコーナーで1ヶ月の売上1億円以上上げてますから、それでも住居手当ない、扶養手当ない、ボーナスいただいたことありません、それどころかしっかりと言ってきますよ、驚くこと、これしたら本当はファインハイゼンっていうところを通して働いてたんですか、これ言ったらファインハイゼンの人も捕まるし、しっかりとした労働基準局の監督か、本気で捜査する人ね、まあ人によって本気度合い全然違うんですけども、痛い一緒、もうこれこういうこと言っただけで髪がかり的な力、今親指めちゃくちゃ痛くなったから、これだからあんまり
そうそう、あのね、固定資産税だけでね、だいたい299億何千万、絶対1年で1億いる。1億円の売り上げ、月間で上げるのにどれだけの労働力いるか考えたことあります？飲食店で働いたことある人だったら分かるでしょう。1日本当に多分7000人ゴールデンウィーク突破して、朝のもう予約だ、あ、ちゃ、いや、言い過ぎだ、7000人はなかったと思う、ない、あるかもしれない、もうだってもう朝の10時半からお客さん団体客次々入って予約だけで、お昼前後の予約だけで2000人軽く超えるのが普通。管理できます？管理しましたよ、本当にしっかりと手分けして、もうここ絶対失敗したらあかんからって、後で大変なの、一つでも間違えたら絶対もう、あともう取り戻し効かなくなるからって、みんな食べるところそこ限られてくるから。フルーツ裏パークの駐車場、一般の駐車場と、あと砂利のところね、あそこも幡町っていうところで、まあ幡地ってまあ呼んでたんですけども、あの砂利のところね、まあ、従業員として幡地って呼んでたんですけども、そこにもう駐車場もちろん車止めますよ。で、何万人も一日来るでしょ。どこに車入れたと思います？フルーツフラワーパーク中、一般の人だと思う。私有地、一応会社もちゃんと役員がいて民間の持ち物になってるから、一応駐停車は普通の道ですると5分以上が駐車、駐停車違反、こういうことです。本当にそれは、道路交通法だったと思います。あのね、警察関係も警察法とか、軽犯罪法とか刑法とか刑事訴訟法とかいっぱいあるでしょ。ちゃんと本当六法全書を見なかったら、一法律だけで動いて身勝手に物言うに一番後で大変なことになるから、後から常識持って動いてないっていうことをすぐ裁判所の裁判官から唐突に聞かれるから、あなた常識をお持ちですかっていうこと、本当に僕ちゃんと他の人との件で最初は勉強するときに、ちゃんと実費で交通費払ってね、法廷のところ、ちゃんと傍聴席っていうところありますから、みんな自分でお金払ってメモ帳を用意してまで勉強しに行かないでしょ。でちゃんと六法全書先に開き、多分他の法律名言ってくるんちゃうかなとか思って先に開いてたから、無理、裁判早すぎて喋ってる言葉が なんでって、その何分後に次の同じ法廷で次の裁判控えてるから、裁判官とか書記が早口で物言うから、聞いてる方がかなり慣れてないと追いつかない。で、もうそこまで分かってる人だから、この人嘘は言ってないなぐらいで言っといて、思っといてくれたらいいんです、本当に。そこでそれ言われたら困るんです。その本当に僕はね、もう今もうその件は僕は本当に今裁判上げてるから、みんな勝手にその人たち、別個の人とか、勝手に本当に司法裁判所とかでも動く人動くから、インターポール通して身勝手に、本当に捕まりにくい人捕まりに、あ、電気これこれだ、僕はそれをやめてくださいって、これ今のコンピューターが意図的に AI が停電させてるの、本当に本当にみんな同じ目にあるから、今コンピューターに人間が管理されてしまってる。で、これ我が天下とか戦国武のプレイヤー皆さんに聞いてほしいんですけど、もともとね、他国の言語を2つ入れるとそれチャットで翻訳できないんです。そんな難しいこと言われたらコンピューターだってこんがらがる。漢字でハセサンジルのマイルね、マイルっていう意味、漢字のマイルだけで意味6つあるんですね。それだけで1つの言語だけで訳すの大変なのに、みんなどうしてもね、みんないつも普通にしてるでしょ、英語と日本語一緒に入力、中国の人も中国語と英語一緒に入力、あえて全然分かってないから本当に。で、今みたいに何か自分の文章が相手が一つの言語だけで話をしていたとしても、サイバー攻撃で僕の文章は僕は正確に打ち込んでいるのに、文章違う文章に変えられている人たちいっぱいいます。それ他のプレイヤー同士でも起きています。で、これは僕のせいじゃないんです。多分国連のルール引いちゃうと思いますけど、だから、国際司法裁判所とかあって、みんな国連加盟しておこうで、ちょっとみんな
ね、このゲームの一番最初の考案者である淡井圭介さんの話をちょっと聞いてみようと。日中友好関係、本当に大間違いで、マスコミとかテレビのニュース見てたら分かるでしょ。本当に大喧嘩になったらどうするんですって。本当と、あの自民党と民主党をなぜね、もともと一つの党なんですよという話をしてなかったら、お互い訴え合い始めたら刑務所の入れ合い、刑務所の入れ合い、禁錮刑か精神病院、本当にそれ応酬始まりますから。無理、もうそんなことしたら精神病院の医者が儲かったりするだけ、みんなの税金、宝塚三田病院なんか1ヶ月で100万以上請求してくるから。僕大阪ヒルトンホテルっていうところでね、関西ナンバーワンの売り上げを誇るレストランが王朝っていう中華のレストラン、日中友好関係、本当にその話ありきで、まあだと思うんですけどね。もう詳細もうみんな、僕も1日の最高記録を更新した時、1ヶ月じゃないですよ、まあ、年間 の売り上げだったら、あの東京都以外の都道府県でそこの売り上げに勝てるレストラン多分ないと思います。事実年間その王朝っていうレストランだけで、5億円ぐらいです、売り上げに、ね、売り上げですよその分あの仕事、本当に世界中の VIP 相手に仕事してるから絶対失敗できないから、本当に下手なこと言えないから、あの上手か下手ですよ、今言ってるの意味しっかりと受け止めれてます、あの漢字の意味、そこは漢字の時点頑張って、あのみんなで意味思い出しましょう。もうみんな本当は受け取り方めちゃくちゃなってるか、テレビ局めちゃくちゃな意味で、じゃあれもともと殴るなんか言っちゃダメだから遠回しにしばきっていう話で、スマップの人も僕のこと大体みんな知ってるから、ジャニーズのもともとジャニーズなんかあんまりいない、光源氏の頃から民間の人にめちゃめちゃ怒られてるから、もしかしたら裁判沙汰に本当になってる、ローラースケートなんか入って身勝手にステージで歌って真面目に頑張ってきた人めちゃめちゃ怒って、本気で法律フル稼働させるから。でそのね、まあ、スマップの木村拓哉さん、僕と同世代、まあ、若い人だったらもう多分あんまりもう知らないと思う、本当に。で僕も二十歳ぐらいの頃そういう感覚でしたから、木村拓哉さんがね、しばきってこう意味な、何の意味っていうような形で聞こえてるんですけどもだから例えとかで言ったら何よとか伝わるから、電波、僕は頭脳ハッキングされてテレビに出てる人に伝わっちゃうんですよ。でそれは電波についてっていう欄を用意してるんですけど、違う、コンピューターも理解して、これなかったらコンピューター同士でも未来と過去で多分会話してる、で現代の時間軸のコンピューター同士で人間が使ったことのない言語でコンピューター同士が会話をし始めて、 AI が何を喋ってるか人間はわからないので、人間のその人管理する人たちは緊急性を感じてすぐにコンセントを引っこ抜くのね、どうなるかわからないから。本当核兵器も通電してるでしょ、ね、もう本当のこと言いますよ、コピー機あるでしょ、基板入ってるでしょ、そこに直接電波でアクセスされたら勝手に変えられます、裁判所でやられました、ちゃんと裁判所で働いてる人見てもらいました、ダメだこれ証人がいるわって言って、裁判所たちがみんな自分の名前名乗らないから自分ね、1956年に売春防止法の話があるでしょ、正直上の方の年齢層の人で間違えたことを言ってしまった人たちいっぱいいるでしょ。でエシュロンっていうものは本当にあるんです、そのウィキペディアとかでもある程度のことを言ってますけども、全国紙の新聞紙で本当のことをしっかりと記事にしてるから、まあお金頑張って買うのも正直年に1回載せるかどうかの話だから、どっか図書館の近くの人とかだったら、まあ、毎日普通紙読みに行っていつか信用できないんだったら、ね、見てくれたらいいですよ。あとは世界丸見えでも何回も放送してますから、エシュロンっていうものは電波でね、もう電波がずっと往来してるでしょ、それが昔から言う電波障害、僕は子供の頃から電波障害って言われてましたが、僕は言われてるんじゃないですよ、みんな電波障害を受けてるってエシュロンっていうものがあって、コンピューター
まあまあシステムのことかもしれない。でみんなの音声を100年分記録してるから日本の裁判所でも人間の方が無理そんなにいっぱい書類持ってこられて、もう保管期限5年にさせてもらってるんです。5年超えたら捨てさせてもらってるんです。で中国の方で10年超えたら裁判所の方が書類をね燃やしてるとか言って、中国の裁判所で働いてる人の方人をまるで悪いことしてるかのように言うでしょ。違う、全然違う。台湾の人も誤解する。韓国も北朝鮮の人もアメリカの人も違う違う。日本たったの5年、5つ本当本当日本の人間の方がもう一回調べてくれって言ってきたって。裁判所で働いてると勘弁してくれってなるから無理や。そんな何千ページに何万ページっていう人も人間にできることとできないことがある。これ大真面目な顔して叫んでるから勘弁してくれ、俺らが悪いんじゃない。本音本音、僕はそこまで言ってないんですけども、その人はね、僕も鬼じゃないからそんな無茶言いませんから。みんなお金がなかったから無料でも一応プレイできるように、でお金のある人がお金払ったらいいなっていうところで、まあ一応まあお金出せる人はまあ正直僕も提案したし、それで借金抱えるわ、抱えさせるわけにはいかないでしょ。中国のメーカーさんに彼は日中友好関係って言ったら、大真面目に本当に面白いものを作らなかったら日中関係ややこしくなる。絶対負けられないと、じゃあ絶対に商売として赤字にさせられない話がそこにあるって。もともと中国系の人とかも助けれたら助けるでいいですか、いいですいいです、僕もそっちの方向です、その代わりお互いにですよっていう話してるんですよ。わかんないですよ、その人がそのもともとのね別校さんの系列の会社に入ったとしても人材派遣会社のあるあるたらい回しで雇用期間継続してもらえない、これみんなあるある。大体もう働き手の顔ぶれ変わってんの見たらわかるからね。もう今大真面目に本当の話し始めたら、さっきまで晴れですよ、日付言ったでしょもう大雨、僕からしたら便利なもの汗かいてるって言ったぐらいから、あの世の人たちが、まあ、一応あの世の人たちが叱りながら雷鳴らしてくれてるんですけどもどう考えても絶対そう、天気についてとか見たら分かるから、本当にある程度こっちもコントロールしてるから、台風とか防災ちゃんと放送法であるから、防災に関することはテレビで放映しなきゃならないっていうことが放送法の中にあるから、それぐらいの放送法ぐらいだったら戦場もないから、会社法とかは戦場以上あったりします。戦場ちょっと頑張ったらまあまあまあ常識入れたらまあなんとかなるかな、大体本当はみんなもともと分かってたことだっていう、そういうことになるから、まあ経済のことだったら最初営業利益で経常利益で純利益なんです。で、営業利益っていうのは売上のことね、そこから人件費とかを差し引いて、まあ営業利益とか、まあもう人それぞれいろいろ事情違うから、でちゃんとその内容へきちっと当てはまるかっていうとちょっと違うケースとかもあるんですけど、一番わかりやすいのは純利益、設備投資とかそうでしょ、それ全部返済終わりましたっていう、そこまでたどり着いてないところ、インターネットでゲーム会社の名前とか調べてもらったら分かります。一応年に1回ぐらい調べといておいて、メモしておいた方がいい。任天堂さんも僕が本当は助けた方、任天堂スイッチ。あれ僕のアイディア。本当に。消費者の方が困りますって。無理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 。何任天堂、あれは任天堂 DS、DS 始まりって。もうあじゃあもう本当のこと言うとゲームボーイ。本体も作っとく。外持って行ってまで遊ぶもん。みんな本体2つ買いなんか無理、顧客離れが起きるってみんな知っていたはずだって。チャット
僕の方が、僕の方がいろんなこと分かってますからって、絶対僕の言ってることも絶対出してくる、ちゃんとソフトメーカーの方にもちゃんと助けて SOS 発信しておくから、ちゃんと違う、任天堂さんが一番最初に家庭用ゲーム機頑張ってきて世界に普及させてきた方、スーパーファミコンとかで、その後天下の家電メーカーを大企業ソニーさんが乗り込んできてしまったの。喧嘩するわけにはいかない、日本の企業どうして解決しよう、どうしよう、自分のことも解決できないの、20歳ぐらいのに無茶だそう。もう本当はもうほとんどもういなくなったけども、僕としては隠蔽かなって、証人がいなくなってる、証言する人、裁判所証言とかでも裁判済むからほとんど僕と同じ、僕の年齢と同じぐらいの人間全員淡井圭介と会って、ほとんどの人間がもう9割方そうだと思うんです、違う人間勝手に消えていってるから身勝手にそこが嘘言ってるっていう、自分が訴えた可能性があるっていうこと分かって、戦国部の雲がこれあれすごい何段目かとかで、あれ一旦最初持ちこたえてたんでしたっけ、一回攻撃されたのでしたっけ、バレるでしょ、テレビ出てアナウンサーとたまにバレたって言うでしょ、僕そんな嘘無理って当人が気づいてあんなに嘘いっぱい混入させられた、ニュース読まされた、報道ステーションの小木さん、交通機動隊の警察官、違う、みんなもう一回言う、もうみんな当たり前の話、第二次世界大戦、第二次世界戦争は本当にあった、六法全書では世界戦争って言ってるんですよ、大げさにしてるわテレビ、第二次世界大戦って大げさに言って、違う、一部の国戦争、あもうごめんごめん、すみません、すみませんでした、戦争の件について笑いながら言っちゃダメ、本当にそこは僕もうちょっと自分のちょっと理性で何とかこらえます、すみませんでした、被害関係者の皆さん、いや本当に僕どちらかといったら調整役コーディネーターの方で、いやもうあの日本が敗戦国で、中国の方も日本が借金丸がかえ どころか焦土化してるって、日本もうね、ほあの まず、どこから最初って言われたらもう本当にもうめちゃくちゃ難しい話になるんですけど、それ第一次世界大戦までつなげてくる人おるって、日本は第一次世界大戦に本当は加わってないや、アメリカもその頃は国連の元になる国際連盟の頃は、40カ国なかったかどうかの頃です、本当に。で、アメリカも俺ら無理って言って加入しないって言って、本当戦争に巻き込まれるから日本国際連盟からそんな遠くまで無理無理って石炭燃やしながらそんなところせあいこう、もうごめんなさい、もうまた笑っちゃった、もうごめんなさい、もうあのどうしても無理だ、もう無理だから、本当にスポーツ業界の、まあね、もうスポーツ業界のルール笑わしてきた方が悪いんですけども、どうしてもあんまり無茶なことの話していたら常識から考えたら分かるでしょう、それ食料とかその頃戦艦に冷蔵庫ありましたっけっていう話、本当にあったらあって燃料早くなくなっていくでしょう、動力源石炭いくらなんでも電線ぐらいはあったから、ラジオそれでみんな情報収集、ラジオの時点で無理、本当はよく分かんないこと多分そうなんだっていうところで
ラジオの頃から放送してるからウキペディアのない正確性無理、本当は補給基地ね、もうこの時点で無理でしょ。どっかの国で食料を買わせてもらわなかったらその戦争に参加することだって無理だから、そんなヨーロッパとか戦争していたって日本だって、まあまあ日本もごめんなさい、中国の皆さん本当にごめんなさいって、ただ朝鮮半島の皆さんと台湾の人たち誤解しないでください。あなたたちとは戦争したことないんです。日本は あんな大きな超大国中国さんと、北見たらロシアソビエト連邦の今のロシアの領土の前がソビエト連邦、本当はそのソビエト連邦のあの大きな大きな国ね、1900年があの面積であの領土で同じところで本当はロシアという一つの国だったんです。無理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 、違う言語の国の人たちいっぱいいるから、で日本という国だって東北地方と関東とか 関西とか言語、沖縄行ったらまるっきり違うから、僕も阪神淡路大震災があったのに友達と一緒に、その同級生、元 中学校の頃とかの同級生の子ね、その子はその頃は二十歳お互い超えてるけど、何を未成年として見なそうとしてんねんって厳しい人は、そこまでボソッと言ってくる人は言ってくるから、彼にもみんなの前で言ってもらったらいい。これで二十歳以上の人間自覚を持つって、未成年者として逃げないっていうことを自覚を持つってね、オートバイをフェリーに乗せて大阪の南港から米軍基地本当にあるか見に行きましたから、もしかしたら戦争が嘘だったらどうしようって本当に思ったから、本当に僕もニュースで放送している通り本当米軍基地ありました。戦闘機めちゃめちゃ音うるさいですから、絶対僕中型免許の方はもう無理だから、普通に流れ乗ってただけで警察官スピード違反で捕まえに来る方だからわかります、時速30キロの原付のルール僕無理だって思いました。もうすぐにサイレン鳴らされた時にすいませんでしたって学校離れちゃったから、これもうお金始まりなんですよ、交通費し、もう神戸市民の分かる人だけでいいです、もう無理してあんまりもうみんなわざわざ見に来てももうその学校ないですから、阪神淡路大震災の話だけじゃないですか、少子化の話とかもあるから、自動化とかの話で工場の生産ライン、それで工業高校長田工業高等学校っていう、もう途中から定時制に行ったんですよ、もう昼間働いて夜学校にね行くって、本当はこっちの方が賢いんちゃうかって思って早くお金稼ぎができるって、どう考えてもみんな同じこと言ってるって、40超えて新しい仕事場なんかないって、まずない、絶対つてがないと無理で、人脈、それが人脈で、縁故っていうのは縁の雇用、それは人脈の方の縁ね、それで雇用を首切り、違うそんな怖い国じゃない今の時代はって、説法も多分あれも嘘だと思う、そんな距離無理だって、徳川家康の家系でなんとかまとめた方、もともと日本も国分裂してるの、違う弁慶っていう人は国の役人さん、巻物持ってる人のね、刀とか台頭してる人たち、分かってる、君たちが大名の関係者っていうの分かってる、野党に狙われるっていうのは分かってる、刀の所持してもよいっていうのは分かる、ただし都に入るときは刀ここに置いていってくださいって、そういう係の人ね、100人以上の名前書いていった人の名簿を監視してた人本当は間違えて返却したことがあると思う、向こう預けた大名刀返
してくれなかったら怖くて帰り帰れない、刀持ってても怖いのにって、人に襲われなくても熊出てくるからって、無理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 、 1.5 メートルの熊で甘く見てるでしょ、もう 1.5 メートルぐらいから100キロ超えてくるから、本当は体鍛えてる人間が剣術学んできても肝心要の体鍛えてなかったら自分で肉切ったことありますって、骨いけると思いますって、もうちゃんとその頃に本当のこと言ってね、もののけ姫、スタジオジブリさんが山の神として、おっこ主って出てきたでしょ、イノシシ、本当に大きいの100キロ超えるからね、人口密集地帯である神戸市、24の県よりも神戸市民の方が人口多いんです、140何万人いて、今はもうだんだん減ってきてますけども、まあもまあ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 、あまりややこしい話ちょっとやめとき、ちょっと細かい話やめときますね。だからもののけ姫はおっことしって、で、でちゃんとたたらばないとイノシシとか狩り行ってる、あんまりややこしいこと言った、本当は鉄砲出来上がってからクマ撃退できてんの、漫画で流れ星銀河っていうね、クマがあの犬がまあもともと熊犬っていう呼ばれてる犬が人間と共同で、犬の方が賢いから人間と頭まだいい方の動物だから犬が、だから自分の主人とか守ろうとか状況分かってるから、無理やりクマに本当は噛みついたりしない、牽制してくれるの、吠えたりして足止めしてくれるの、クマの、そこを狙ってるの鉄砲で。わかります、クマ狩りに行く方の気持ち、威力のある銃じゃなかったら貫通できない、骨下手にこの辺かすらせたりしたら、わかります、火縄銃の時代の頃、2発目装填何十秒かかると思ってるんですって、多分めっちゃ焦ると思う、もう分かってる人間、もう無理や、クマにやられるわって、もう萎える、もう外した俺の負けやわって、もうクマお前の勝ちでええわってなっちゃうから、本当は最後食われる頃泣きながら、織田信長がね、3人がかりで仕留めに行きなさいって、三段銃って、えい、もうわしらがもう大阪の堺で鉄砲作らせるから、おかしい、自分の出身地愛知県尾張っていう地方、愛知県、いや本当は助けてくれる方だったかもしれませんよ、神戸市兵庫区でね、港川の駅の近くにすぐ北の方歩いていった熊野橋っていう橋がありますから、マルシンの横のね、港川のあそこ、熊野橋っていう名称が熊野原と書いて熊野橋っていうことは、多分昔はあの辺り一帯も畑だったから、多分熊出てきてる、なぜなら2000年に入る前、1999年か8年ぐらいの頃、神戸市北区からの灘区の方に降りていく有料道路で、料金所、範囲は神戸市北区内だと思いますけども、まあ、六甲さんの麓の方、そこの料金所で平気にイノシシが出てきてるから、近代社会になっても同じね、道路から離れていったところ誰も入っていかないでしょ、そんなお若さんいないでしょ、東西南北分かんなくなったらね、警察官の方に緊急通報しても警察官だって住所わからないから助けようがない、本当は。だから鬼滅の刃とかも、僕の提唱するかまど発電とかを運動部のある学校で行ってもらって、枯れてるだけでいいから、まずって学校の近隣とか、ちょっと山の中入っていた倒木とか本当にいっぱいあるからって、あと道の街路樹とかもほっとったら大きくなっていいから、電線に当たってるところを定期的に、あれ本当は枝
農林水産業の傘下のところの部署が、もともとのねところが、まあ、もう民間になってるかもしれませんけども、まあ木切りに行ってるんです、上の方とか。また生えてくるから、伸びてくるから、それ定期的に行わなかったら、そこでその風の谷の直しかの、その森を大事にしようっていうのは、それは当たり前ですよ。本当に山火事とか発生してるから、かといって近代社会ばっかりも、それは本当は無理だからね。バイオマス発電とか作らんかった。バイオマス発電っていうのはかまど発電のようなもの、もともとあんまりややこしい言葉入れたらダメ、横文字、もう日本語でいいから。本当にもともと鉄溶かしていたから、原発とかなくても当たり前、ガスとかガス火力発電所とかなくても、もともと知ってるから人間そんな森を破壊するとか、クマ出てきたら怖いから、イノシシ出てきても本当はお手上げ、あいつらを怒らせたらって、100キロ超えのやつらが全力で走ってきた時の威力知ってます？もうノックアウトさせられるから、本当に立てないから、骨折しなかったとしてもその威力で、うわ痛いで、なる、反撃能力なくなるどころか逃げる能力すら、本当はごめん、本当のこと言います、イノシシ追っかけてきて逃げる人いません。ウサイン・ボルトさんでも多分無理。それ 100m の全力疾走、彼ら4本足の方が7割ぐらいの全力疾走で持久力持つから、人間の方が息切れ起こすから、無理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 、多分追いつかれる。話だいぶそれましたけども、だから、中国も本当は、日本が第二次世界大戦で、めちゃくちゃなって、まあ、カモも一回紙切れになってるはずなんですよ。で、中国の方は日本が抱えてたし、借金に関してはね、もう債権放棄でいいよっていうことを言ってるんですよ。それを下手に持ってたら、株持ってたら、どうなるか分かります？会社日本とつながるでしょ。日本の借金まで。こっちが回されて、無理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 。中国の方も、本当は朝鮮半島の戦争とかに、それ参加させられてるからって。俺らも本当は無理だからって、正直に本当のことを言える人間じゃなかったらね、本当の経済とか真の経済分かってる人、簡単に説明できる人いなかったら、一般人の人はあんまり株の世界のこととか分かってない人が混ざり込んだら、わけ分かんなくなるでしょ。もう分かりやすい話でいきましょう。しっかりと稼げてるか稼げてないか、設備投資の返済、本当にここの会社終わってますって自分で自社のこと聞かなかったら分かんないでしょ。本当に任天堂さんも何年も連続何十億という赤字出してたから、任天堂スイッチで大当たりして、純利益が出てるんだったら、それ内部利用で会社に残しておかなかったら、どうせ買い手がいなくなったらね、赤字になるんですから。もうみんな知ってたことなんだから、赤字がない年なんか無理なんだから、それまであんたたち純利益出して、海外への研修、経済原理なぜできたか分かりますね。議員さんとか身勝手にスタジアムとか作っちゃったから、赤い悪魔、浦和レッズのこと、そこちゃちゃ他の都道府県からでも人でも注意できるから、地方豪雨税の話混ぜ込んでも無理、日本っていう形で経済つながってる、それどころ世界で経済つながってるんだから、本当のことを平気な顔して言う人、言わなかったら、いなかったら無理だから、サッカー界全員記者会見して本当のこと言いなさい。みんながすいませんでした、それ全部税金ですって、700億円以上、それで赤い悪魔って、日本で一番高いスタジアム、サッカー界の、もともと試合数みたいなのが民間でも落とされたら700億円超え、最初の方固定資産税年間2億は固いっていう
国の方に請求かけられてすぐに破産するって。破産法っていうのは裁判所の方に頑張って状況とか申し上げて民間に話持ってこられましたって。本当は議員さんとか行政が絶対許可出してるはずですってね。オリンピックの招致とか認めてたの国、第二次世界大戦があったのに、その後東京オリンピックとか開いてるって。頭の中おかしくな、よっぽどならんかったら、わけわかんなくならなかったら、もう正直日本のね、まあその頃僕も生まれてないですけども本音言いますよ、押し付けられたオリンピック、もうめちゃくちゃ日本中総合運動公園が、自分の都道府県名で総合運動公園って入れてみてください。その次市、それ実は別々。あっちこっちスタジアム作っちゃったもん。誰がお金払ってこんなこと試合しに来るのよって。消費税そんなことするから 3% から 10% まで上がったんでしょうって。それ一応スポーツ業界プラス議会とか国会議員の人たち、地方議員も知事市長も同じ、プラス公務員の人たち、プラス、医療業界プラス他にもありますテレビ局関係もうええか、合併した方がいいって言って、絶対その方が情報が収集つかない、追いつかないって。判例も本当はみんな追いつかない方、判例の番組作らなきゃなんないって。はあ、本当の話だから、もうある程度のところで僕のことを分かっていてごちゃごちゃ言ってくる人はちょっとホームページに掲載しますね。僕とまず文章一致してるかの、かのどうかの話わかんない。で、我が天下と戦国夫婦のプレイヤー、これ淡井圭介さんが言ってるけども、これ多分人の言ってることがどうやら本当だっていうことを自分たちで確認しようと思う人だけでいいですよ。あまりも無理しなくていいです。もう人間が世の中を動かしていたのか、コンピューターが世の中を動かしていたのか分かんなくなるから、そこでもう絶望、ものすごい絶望感僕も味わってきた方だから、コンピューターが君が入院とふざけたこと言ってきてな、無理だって、それで消費税上がっていってんだから。もう言った、宝塚三田病院の1ヶ月の100万超え、大阪ヒルトン泊まれる4人部屋で 100万超え、そんな請求本当はかけれない。ちゃんとね、どっちだよ、大阪の方が圧倒的に高いから。 JR 大阪駅の目の前に大阪ヒルトンがあったの。まあ、あんまりバカげたこと医者が言ってたら、今僕は訴えてるから、僕は原告、向こうは被告人ね。ちゃんとした内容に変えさせますから、警察官の人とかも。違う、大声出しただけです。入院とかさせたら無理癒着。三田市がね、もともと人口1970年代に、7万人ぐらい、それがいつの間にか14万人ぐらいになってるよ。でその辺で働いてる人とかでね、働いてるでしょ。もちろん法律上裁判官の判断になってくるんですけども、僕も別に鬼じゃないし、これ自分たちでもね、阻止しなきゃならなかったら税金が使われっぱなしになるっていうところと、もう実態聞いたから、宝塚三田病院なんかあれ200億円以内で建てれるでしょ。ウィングスタジアム神戸が土地代込みで300億円ぐらい、神戸市立ホテルフルーツアパークも300億円、299億、まあ、こだわる人はこだわってください、自分で後は調べてください、何千万円ね、これ事実だから売春防止を組んでるやつをいる、絶対いる、間違いない。302番で僕が言ってることとか聞いたら分かるから、ホームページ淡井圭介の名義の302番、もうみんなエロ業界見逃したらダメ。もうそいつらがこの国とか、もうどこの国もめちゃくちゃなことしてきてるから、ちょっともう一回怖い話に戻りますね。ある程度のところで罰金の範囲で物事を済まさなかったら、
刑務所の依頼とかしても、精神病院の依頼しても消費税上がりっぱなしになるでしょ。もうそれ民間人で止めるしかないから。でそういう知識を警察官は持ってないから、この間言いに行った警察官も、もう何人もの警察官にも言ったんですよ。1ヶ月で100万円以上本当に請求かけてくる弁護士まで雇ってお金のない人に三振問いないの請求平気でかけてくるね、天下の生活保護法守られてるか、法律で。もうどっから解決したらいいか分かんないでしょ。もう変に見え張った話いらないからって。娯楽の世界はクオリティっていう話にしていて、でまあ戦国富豪とか我が天下に関してね、クオリティの高いゲームにしてるんですけども、第4世代の人をダウンロードして容量重たいからなかなかアクセスできない。本当に何分もかかるゲームするのに一回攻め込んで来られただけ。操作無理。第5世代以上の人じゃないと無理だから、そのゲームするの。お下手にお金使って損したってなるから、もうそれみんなで教えてあげなかったらって。これ知ってる人がいないでしょ、なかなか。あ、忘れたっていうのが本当はみんなそうでしょ。自分第5世代だったっていうはずですよ。もう少々まで行ってる人絶対そうだから。そんな第4世代で回る読み込めるわけがないから。プレイステーションとかで買ってダウンロード時間っていうの表示されてたでしょ。もうそれでみんな分かったはずだから。だからもともと「いちびってんの?」っていう言葉は、始まりの言葉、あれ、あの調子に乗ってるっていう話じゃないんですよ。いちびっとじゃどうしようないだろうって、読み込み時間そこまでいくと人間が計算して早い。8ビットで1バイト、いきなり1メガ間違える人いるから、ほんと。あ、違う間違えた、バイトの方法律の世界とかのパートタイマーっていう話だったんです。最初短時間労働者の人たちのこと、あの一月177時間以上、まあ、厳密に言うと180時間ぐらいの労働時間がない人たちのことね。パートタイマー、しっかりとした雇用契約書が結べなかった人たち、期間の定めのある人たちね、うん、その人たちが非正規。はあ、いつの間にかアルバイトっていう言葉が流行ったでしょ。バイト、次メガバイト、その次がギガバイト、次テラバイト。人間の方が追いつかない。どうせってそんなに高い機能を与えられても人間作る方がどこまですれば消費者の皆さん満足していただけるんでしょう。こちらももう一回、あのファミコン、スーパーファミコンが日本で流行った時にね、流行した時にソフトメーカーが乱立して、もともとそのソフトメーカーの大元をたどったら三井物産とか全部つながるフィナンシャルグループ。1920年にアメリカの議会で、銀行と証券会社に嘘がある、詐欺罪だっていうことで、詐欺があるっていうことを認められてるから、その頃はまだ第二次世界大戦入ってくる前、もう第二次世界大戦の誤解が多分心当たりが多すぎる。株の世界の話で、会社間で大きな大企業同士、どうせあの国会議員とかの人とか混ざり込んでるから、どうせその前の法律本当にありましたって、公務員と国家公務員とその大企業の人たちを本当にしっかりと分割してる法律って、第一次世界大戦の頃のポンセチョなんか持ってる人今更いないでしょ。いやだから
僕のことアホだって思ってるんでしょ、立法じゃ年月日見たら分かるって思ってるんでしょ、じゃあ国連の経済理事会どう思いますって、世界中のね国から理事をね代表を5人ずつだったかな、普通の、まあ、経済界とちょっと分けてるんですよ。でダボス会議が国連経済理事会、国連経済、そうそうダボス会議がそう昔の万博のあのどうでも、もう話長すぎましたね、もうこの辺にしときますね、見てくれる人はいませんので、だもうそういう事情があるからちょっといろんな人を会話の内容、ホームページに記載しますから、僕もどれだけ自分がこの人はこういう文章で返してきているはずだの話はできますけども、もう日本の報道機関が発表してますけども、映像加工があるでしょ、サイバー攻撃で写真まで、人がアップロードした写真まで AI が作り変えてくるのかな、どうかな、僕も分かんない、そこまで。じゃあ今頭の中で被害を受けてみなきゃ分かんないって思った瞬間、電波で被害を受けてみなきゃ分かんない、来たとか言ってるバカがいるから、お前が被害を受けたか、本当にどこの誰か分かんないから、本当大したすまないよ、本当に無料じゃないっていう意味とかそういうわけじゃないから、本当に本当に人権、オバマさんが大統領になってもらったのは黒人初の大統領で、本当に広島原爆投下の日に大統領、アメリカの大統領は来てもらったのは初で、それは僕からの提案で来てもらったので、その皇室の人たちと、まあ、その中国の王毅さんとは絶対会ったことあるの話もあるんですけども、もしかしたら習近平さんやプーチンさんも僕と会った方かもしれないです。僕が1998年フルスワーバークで働いていた時に、いろんな国の人たちが来て、ちゃんと成人様、今の天皇陛下である成人様とか雅子様が清掃されてましたから、ということは公式会見、いっぱいいろんなケース会いに来てるから本当にしっかりと証言ぐらいは残しとかないとね、みんな何がどうなのかさっぱり分かんなくなるでしょう。正規雇用とか非正規雇用とか、まあ、社会に出て働いてない高校生とか中学生の子らに理解しろって言っても無理だから、理解しろしろ、多分お城のこと解体作業のことなんか全く考えてないで多分作ってる、ほんと昔のお城、その頃重機ないほんとほんとにもうね、切腹の意味と腹を割って話すの感じの意味を、そのまあ漢字の辞典が第一次世界大戦の頃あったのかどうか、もう僕も本当はそんなこと言われても僕も分かんない、本当は。腹が終わって話するの意味の切腹の意味と同じ遊びやろ芸能か無性物の話よ、もうもう、もののけ姫の方も本当は大間違いしてしまった、足がある足だか、これ笑うなって、無理でしょ、ちゃんとシン・ゴジラ庵野さんに作ってもらって、防衛大臣を経験したことがある石破さんに熊退治は自衛隊が行いますっていうことになったんです。今時警察官銃持って出ていかないでしょ、正直。北海道で昔大きな熊、2メートルぐらいの熊出たことあるらしいですから、それ絶対人間じゃ無理でしょ、2メートル超えてるっていうことは200キロ絶対超えてるから、ボブサップさんには
ボーサップさんに斧とか強力な日本刀とか持たせても一撃目外して、もう向こうが痛くて逃げてくれたらいいけど、こいつを本当に人目にかからなかったらこちらがやられる、で熊も正当防衛で民事でも刑事でも正当防衛ある。まあまあ自分的に、まあだから熊からしたら誰も助けてくれない世界生きてるから、まあ多分無理だと思う。あの筋肉量でもボーサップさんの斧とか持っても2メートル超え、いやだから自衛隊だったらマシンが持ってるでしょ。さすがに自衛隊の訓練を受けて国からの税金でそれで複数で行ってマシンが外し始めた。クマ仕留めるの戦闘機出すの戦車無理、いやまあ戦車も道がないって、道あるところまで戦車が行けるの傾斜つけすぎた、ひっくり返ったあんまり、バカ本当に演習とか昔の演奏正直に言っといた、それでわかるから本当に戦争の時でも自分たちの軍がやられてる、でそこが突破されたら自分だってやられるから全力で引き返って仲間助けなきゃなんないっていう状況あるでしょ。本当に第一次世界大戦の頃戦車アクセル踏み切り込んでいくんですよ。あ、ごめんなさい、もう一回しっかりした自分に戻ります。いやもう全力で戻りに行ってるから、それは、いやもう道でゴーゴーしてるから、それだけでも本当は時速40キロとか60キロであんな重たいものハンドル操作効かなくなるから、だから演習とかでさせるんですよ本当に。あの塹壕の中入っていってもう一回出ていくのって本当に戦車をひっくり返るときはひっくり返る角度考えたらわかる。見てる方の視聴者乗ってる人は本当に軍隊総理とか自衛隊の戦士乗ってると、写真写されて無理無理、もうキャタピラの世界無理無理無理、エネルギーの残存量問題とかあるから、もう無理、もうタイヤまでにしましょうって、そんな重たいの無理だからって、ガソリンすっごい勢いでなくなるから、本当に10トン超えるから本当に戦車って、夏場のこと考えて、エアコンつけてなかった時代夏場本当にどうしてたんですって、金属でしょ、直射日光浴びるでしょ、もう夏場、今夏場みんなフライパンいっぱい外に出して直射日光当ててみたら分かる、一番よく晴れてる日、雲が見当たらない日、直射日光当たるところ1時間昼間12時ぐらいから置いといて13時ぐらいまで、めっちゃくちゃ暑くなってるから中の人蒸し焼きになるよって、わかんない、その時の夏場の戦争を、ね、それ考えたら、え、夏場は本当に、いや だって誰かが運転するしかないでしょ、よくわかんなくないでしょ本当の話が。もうちょっと、まあもうこれぐらいにしておきますね、一旦どこかで動画途切れないから気になくないの、なくなりますから、以上です。一応見せておきますね、僕の音声と合ってるっていうところ、2023年8月の23日19時51分正直にここまで言うの結構頑張った方です。以上です。